はい、秋ゲームズです。世界任務うつあぶ祭りとその前の任務芽吹く新たなつぼみの任務の進め方を解説したいと思います。前提条件で新任書の第2章で新任書を受け取った後、こちらの9つの世界任務のクリアが必要となっていますので、まだの方は概要欄の方に新任書の再生リストがありますので、そちらからご覧ください。これらの任務が終了した後に話をするためには、バルナカダの後で発生する芽吹く新たなつぼみという任務をやる必要があります。ここから順番に進めていきますが、見たいところが決まっている方は概要欄の方にチャプターがありますので、そちらからご覧ください。任務画面から目標追跡するとマーカーが出ますので、バナラーダの七天神像から向かっています。アランナとの会話が必要となりますので、事前に夢のバナラーダにしておいてください。基本的にムービーや会話はカットしていきますが、マーカーのところに近づくとムービーが発生し、そのムービーが終わると芽吹く新たなつぼみの任務は完了となります。引き続きより良い再会のためという任務が発生します。任務画面を開くとラナのところに戻るとなっており、目標を追跡するとマップにマーカーが出ますので、近くの七天神像にワープをしていきます。マーカーの近くにある七天神像に到着したら、次は西方向に向かって進んでいきます。そうするとマーカーのところが光っていますので、そちらに向かって進んでいきます。しばらく進むとクローバーマークがあるので、それを使って移動するとマーカーの近くまで行くことができます。ラナに近づくとムービーは発生します。ムービーはカットしますが、最後の方で選択肢で出発仕様を選ぶようにしてください。出発仕様を選ぶとアラーマと一緒にバナナーラに戻ることになりますが、ムービーがしばらく続いた後、世界任務のうつあぶ祭りが発生します。任務画面から目標を追跡するとこのエリアで目標を捜索するとなり、マップを開くと大量に世界任務が発生しているのがわかります。9箇所びっくりマークの任務がありますので、1番から順番にやっていきます。ここから1番をやっていきます。ムービーが終わったところから南東方向に向かって坂を登っていきます。びっくりマークがついたアランリラに話しかけるとムービーが発生し、そのムービーが終わると花園の精霊という任務が発生します。この任務はかくれんぼなので、隠れているアランリラを見つければ OK となっています。この辺りから登っていくと石の陰にアランリラがいるので話しかけていきます。アランリラとの会話が終わると、次は目的がアランニシャットを見つけるとなります。目的地を見失っていますが、ミニマップを見ると円が出ており、画面上にもマーカーが出ていますので、マーカーの方に向かって進んでいきます。箱がたくさんありますが、奥の方の箱を壊すとアランニシャットが出てくるので近づいて話しかけます。会話が終わると花園の精霊の任務は完了となり、これで1番は終了となります。ここから2番をやっていきます。1番の任務が完了したところから南西方向に進んでいき、この辺りから北西方向に向きを変えて進んでいきます。そうするとうつあぶ祭りの中心エリアに戻ってきます。びっくりマークがついたアランキャがいるので近づいて話しかけていきます。会話が終わると2番の任務は完了となります。ここから3番をやっていきます。2番のところの北東方向にいるアランパカティに話しかけ、会話が終わると幸福の味という任務が発生します。この任務は4人いるアランパカティのお兄ちゃんたちと会話するといったものになっています。お兄ちゃんたちとの会話は会話だけで終わるものもあれば、お願いを聞く必要があるものもあります。アランチャトラは会話が終わった後、鍋のところで火力調整を選んで手伝ってあげてください。アランサカとアランファラは会話するだけで OK となっています。アランパスに関しては会話が終わった後、水を汲みに行く必要があります。アランパスとの会話が終わると目的がアランパスのために水を汲むと変わります。マーカーを表示すると画面上にマーカーが出るのと、ミニマップ上に円が出ますので、そちらに向かって進んでいきます。目的地は先ほど1番の時にかくれんぼをしていたあたりの池となっています。しばらく進んでいくとアランマニの隣が光っているので近づいて調べます。ここで最高に美味しい水を回収したら、目的が汲んだ水をアランパスに渡すと変わります。マーカーを出すと先ほどアランパスと会話をしたあたりに出ていますので、そちらに向かって進んでいきます。
アランパスとの会話が終わると4人のお兄ちゃんと会話したことになり、ムービーが発生します。ムービーが終わると目的が美味しそうな大根入りの野菜スープをアランパカティに渡すとなります。アランパカティに話しかけ、美味しそうな大根入りの野菜スープを渡すとムービーが始まり、それが終わると任務が完了し3番は終了となります。ここから4番をやっていきます。3番の南西方向にアランラジャがいるので話しかけます。会話が終わると4番は終了となります。ここから5番をやっていきます。4番の南西方向にいるアラン医者に話しかけていきます。アラン医者との会話が終わると美味しいなぞなぞの任務が発生します。もう一度話しかけるとなぞなぞに挑戦できますが、最初の答えはリンゴですので選んで渡していきます。1問目が終了すると会話が終了するので、もう一度話しかけると2問目に挑戦することができます。2問目の答えはビパリアスとなっています。2問目が終了すると会話が終了しますが、もう一度話しかけると3問目に挑戦することができます。3問目の答えは星竹となっています。3問すべてのなぞなぞに正解すると会話がしばらく続き、その会話が終わると美味しいなぞなぞの任務は完了し5番は終了となります。ここから6番をやっていきます。5番の南西方向にびっくりマークがついたアランパンドゥがいるので話しかけていきます。会話が終わると6番は終了となります。ここから7番をやっていきます。6番の南東方向にいるアラン中に話しかけ、会話が終わると7番は終了となります。ここから8番をやっていきます。7番の北西方向にいるアランカンタに話しかけ、ムービーが終わった後運やりたいを選ぶと時間制限挑戦をやることができます。この時間制限挑戦は60秒以内に草の元素粒子を10個集めるといったものになっています。4個目を取った後は木の下に5個目があるのでご注意ください。6個目は石の上となります。7個目は木の下にあり、その後は簡単だと思います。ダッシュを使わなくても30秒以上余っていますので、ゆっくりやってもらえればなと思います。制限時間以内に10個の粒子を集めると挑戦クリアとなります。次はアラン・カンタと会話しに行きます。ムービーが終わると任務完了となり、これで8番は終了となります。ここから9番をやっていきます。8番のところから南東方向に坂を登っていき、この辺りから東方向を見上げるとクローバーマークがあるので、クローバーマークを2回使って移動していきます。そのまま東方向に飛んでいくとびっくりマークがついたアランナがいるので話しかけます。ムービーが終わると9番は終了となり、目的がアランカビーと会話するとなるのでマーカーの方に向かっていきます。ムービーが終わると古びたライアーを演奏することになりますが、その後印象的なシーンがあったのでゲーム音そのままで流します。見たくない方はここで動画を見るのをやめてください。はい、ということで演奏が終わった後しばらくムービーが続き、そのムービーが終わると目的がアランラジャとアランマを探すとなります。南東方向を見上げるとクローバーマークがあるのでそれを使って移動し、高くジャンプできるキノコを使って上の段に上がっていきます。マーカーのところに近づくとムービーが発生し、そのムービーが終わると目的がアランラジャの家で休憩するとなります。マーカーが出ますのでそちらに向かって歩いていってもいいのですが、視点人像にワープした方が早いと思います。視
天神像に到着したらマーカーのところでアランマと会話し、ムービーが終わると世界任務森林書第2章の夢の苗畑が完了となります。以上となります。このチャンネルではギミックの解説や生遺物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、よろしければお越しください。 Twitch、Twitter、およラボの方もフォローいただけると嬉しいです。では